こんにちは、ともです。今回は GoPro Hero 11のシャープネス設定を比べてみます。シャープネスというのは輪郭の強調具合のことで、強くすれば被写体などの輪郭がはっきり写り、弱くすると柔らかい印象になります。 GoPro Hero 11ではシャープネスを低、中、高から選ぶことができるので、どの設定が良さそうか実際に比べてみたいと思います。その前にこれまでの GoPro 11の検証で分かっていることを一応おさらいしておきます。まず解像度の比較検証をしたら、 5.3K と 4K の解像度は画質がそこまで変わった印象はなく、これは同じビットレートが使われているからなのが分かりました。ビットレートは1秒あたりのデータ量のことなので、高ければ画質が良くなりやすいんですが、4K でも解像度の高い 5.3K でも同じ 120Mbps という数字が計算で出たので、 5.3K だから画質がいいというわけでもないことが分かっています。 5.3K という解像度は YouTube 投稿なんかをする上でも使いづらい解像度なので、汎用性の高い 4K を基本的に使うことにしました。次にフレームレートの比較もしていますが、なんとこれもビットレートは同じという結果になっています。フレームレートは1秒あたりに使われる画像の枚数で、 24p なら1秒に24枚、 60p なら1秒に60枚というふうに画像の枚数が増えていくので、データ量つまりビットレートも増えていくかと思いきや同じだったんです。よく捉えれば高いフレームレートでもファイルサイズを抑えられると言えるし、悪く捉えると高いフレームレートだと画質が劣化するかもしれないという感じです。僕個人的には特別映像に滑らかさを求めているわけでもないので、とりあえず 24p を使うことにしますが、映像のパラつきが気になるようなら 60p に変えようと思います。なので解像度とフレームレートは 4K24p に設定して、レンズは今のところとても安定している水平&リニアにしてシャープネス比較をやっていこうと思います。まずはシャープネス低に設定して止まって撮影しています。今までの映像もシャープネス低だったので違和感のない感じだと思います。続いてシャープネスを中に設定しました。結構印象が変わった感じで、輪郭が強調されてちょっとギザギザ感みたいなものを感じます。あと映像全体のコントラストが高くなっているのもわかります。続いてシャープネスを高に設定しました。さらに輪郭が強調されてコントラストも高くなっていますが、低と中の差がものすごく大きかったので、そこまで極端な違いは感じないです。さらっと流しでも見てみます。続いて歩き撮影でも比べてみます。まずはシャープネス低です。やっぱり柔らかい印象があって、僕個人的にはこれが好きかなと思います。続いてシャープネス中です。輪郭が強調されて映像全体のコントラストも高くなっています。中間どころということでこのくらいがいいという方もいるかもしれません。最後にシャープネス高です。さらに輪郭とコントラストが強まりました。個人的にはさすがにやりすぎではと思えるほど強調されている感じです。シャープネス3種類を比較してみましたが、いかがだったでしょうか。それぞれ思うところはあると思いますが、シャープネスが与える影響はかなり大きいですね。あと副産物的に映像全体のコントラストも変わるので、白飛び黒つぶれを抑えるなら、とりあえずカラーをフラット、シャープネスは低で撮影して、動画編集ソフトでコントラストやシャープネスを処理するというのもありかもしれません。撮影と編集の参考にしてもらえればと思います。今回の動画は以上です。この動画が少しでも役に立ったという方は高評価とチャンネル登録、
ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。